ボストンカレッジは、マサチューセッツ州ボストンに本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1863年に設置された。ボストン市西部、ブライトンニュートンの西にもまたがるチェスナットヒル地区に位置する名門私立総合大学。ボストンカレッジの歴史は古く1863年に創立されたボストン市内で最も古い大学だったが、今は移転して、 ボストン市の西1 0トルの郊外に位置する丘の上のキャンパスが美しいことで知られており特にゴシック様式の建物が有名であるまたアメリカで最も古い一般教育の歴史を持つイエズスカイが経営する大学であるために本校はリベラルアーツの一般教育をとりわけ強調している国内での権威は高く1956年の卒業式演説で カトリックシントであったジョン・カイ・ケネディにイエズ・ス会のアイビーと呼ばれたことがある。ヒドゥン・アイビーの一行に数えられる。U.S. ニュースワールドレポート誌のアメリカズベストコリッチス2020のナショナル・ウナバーシティス。トップスクールズ部門において37位。2016年度、ホーブス誌トップコリッチスランキングでは全米22位にランクされている。ボストン・カレッジは、ワセダ大学及び、 上智大学と交換留学協定を結んでいる。なお、日本では、ボストンカレッジが、ボストン大学と訳されることがしばしばあるが、ボストン大学は全く別の大学である。ボストンカレッジは、19世紀に、カトリック市民と移民の入学に制限を設けていた、ハーバード大学に対抗し得る、カトリック学校として1863年に、イエズス会によって創立された。 ボストン市内にあった頃のボストンカレッジ元から総合大学として創立されたが22人が1864年9月5日に入学してから70年間は主にギリシャとローマの古典、英語と他の言語、哲学と宗教を教えたリベラルアーツの短歌大学であった。初期はボストン市内のボストンカレッジ高校と同じ建物を使っていた。約50年後、 学生数が500人を超すと、ボストン市内では場所が足りないことが明らかになり、1907年に田舎のチェスナットヒル市に引っ越した。大学がボストン市内にないのにボストンカレッジという名であるのは、この過去のため。ちなみに、ボストンカレッジ高校は1927年までボストンカレッジ系列。今でも存在し、ボストンカレッジの学生には、 ボストンカレッジ高校の卒業生が多い。マギーニスのアメリカのオックスフォードチェスナットヒル氏の新しいキャンパスの設計は数々の建築家が提案したが選択されたのはドーナ・マギーニスのゴシック様式な建物が20個ほど揃うアメリカのオックスフォードと呼ばれた案。1909年にリサイテーション胸が完成すると1917年にセイントメリーホール 1924年にレブリンホール、1928年にバプスト図書館と続く。大学の初期はこの4個の建物がキャンパス。すべて現在も使用されているが、もう大学の中心ではない。資金不足もあり、キャンパスはマギニスの設計通りに作られなかった。他の組織が足され始めたのは1920年代から。手学部のアーツサイエンシーズの大学院。 ロースクール、夜間学校が創立されると1930年代にビジネススクール、1947年に教育学スクール、1952年に看護スクールと続いた。ロー、夜間家庭、ビジネススクール、看護スクールはアーツサイエンシーズ同様元はボストン市内にあった。実際、1948年にビジネススクールがチェスナットヒルに移ると、 看護スクールは元ビジネススクールの建物で開校した。アーツサイエンシーズの博士号は1952年に初めて授けられる。貯水池から見たボストンカレッジ1949年に丘の下にあった貯水池を買収し大学は2倍の大きさになる。徐々に貯水池を埋め立てて行き、チェスナットヒルのロワーキャンパスとなる。池は今でも残っている。 1970年代にボストンカレッジの経営が悪化。大赤字の中、1972年、ジェイドナルド・モーナン神父が学長となり、学長期間最長の33年が始まる。1974年に、セークレット・ハート大学を買い取ったのは、モーナン学長。ここは、現在ニュートン・キャンパスと呼ばれていて、ボストンカレッジロースクールがある。 1984年にダグフルーティーがカレッジフットボールの最優秀選手賞であるハイズマン賞を受賞すると大学の名前が全国に知れ渡り大学は東北の地元大学から全国規模の大学へと進出またこの年現在の主な図書館であるティップ・オニール図書館が卒業生で連邦会員議員長だったティップ・オニールの貢献により完成している 2004年にボストン支部のカトリック教会から面積18.7ヘクタールの土地を1億ドルで買い取る。買収によって大学の面積は3割以上拡大する。2008年に神学校スクールオブシオロジーミニストリーが開校。56年ぶりに新しく設けられたこの専門学校はボストンカレッジがウェストンイーズスカイ進学大学と再合併する。 ことによって成り立った。キャンパスは2004年に買収されたブライトンキャンパスに位置する。ボストンカレッジは創立時のイエズス会の信念に先進している。理知的、個人的、道徳的、宗教的な面から学生を育て、レベルの高い学問を他人への奉仕と同様に尊重する。イエズス会の教授は現在45人、さらに11人管理職にいる。 同じく、イエズス会のジョージタウン大学と違い、学長は未だ司祭である。このため、リベラル派の学生が大学のキリスト教的な運営方針に反発することは最近よくある。キリスト教信念に反するため、普通のアメリカの大学にある学生の同好会は禁止されている。しかし、キリスト教の存在は全体的に薄れつつある。この傾向の例は、 授業を祈りで始めることや、教室に十字架を置く昔の習慣がもうないこと。また、被災である教授もほとんど進学に限られてきた。ボストンカレッジの魅力は四面からのバランス、キャンパスの風景、ゴシック様式の建物が揃い、緑もある。場所、郊外にあるが大都市に近い。スポーツ、多種スポーツが強い。高レベルな学問ボストンカレッジのように、文部ともに、 これまで卓越した大学はとても珍しく数少ない。例えば、普通の場合、美しいキャンパスを持つ大学はほとんどが田舎に位置するが、ボストンカレッジは市内に位置する。同様にスポーツが強い大学は学問が劣る傾向があるが本校は学問のみならず、スポーツ面でも高レベルの実績を残す。全米で学問、スポーツ面で共に知られている大学でも、 オールのスポーツが強い大学は、ミシガン大学やバージニア大学ぐらいで、片手に数えられるほどである。例えば、デューク大学はバスケットボールで知られているが、フットボールが弱い。ノートルダム大学はフットボールが強いが、他が弱い。このためボストンカレッジの学生には、スポーツに惹かれて入学した、という人も多い。丘の上にあるため、ボストンカレッジは、ザ・ハイツと呼ばれることがある。 標語もその名称にふさわしくエヴァー2エクセル。学生経営で大学から独立している、主な大学新聞もザ・ハイツという名。また、ボストンカレッジの卒業生のことをハイツマンと呼ぶことも、大学の名前には二つの偽りがある。ボストンの名は、大学が昔ボストンにあった時からの名残であるが、現在は、ボストン市から1 0トルほど離れた郊外にある。また、 カレッジから短科大学をイメージする人が多いが、実際は大学院を持つ総合大学。2018年現在の学生数は14,513人。そのうち9,377人が学部学生で4,730人が大学院、学生。学部学生のうち53%が女性、47%が男性。学生の出身地は、 アメリカ50州全部と世界100カ国弱にまたがる。学生の70%がカトリック。白人が圧倒的に多くヒスパニック系。その多くが上智大学などからの交換留学生が占めている。受験状況は年々厳しくなっている。志願者数は4年連続記録を更新しており、2018年は学生募集数。 約2400人に対し志願者、数3万千0 0 0人という狭き門であり、本校への入学は極めて難関である。2019年のデータによると、ボストンカレッジの平願校には、同じイエズスカイのジョージタウン大学、同じカトリック系のノートルダム大学、さらには、ハーバード大学、コーネル大学、ペンシルベニア大学、ブラウン大学の IB リーグや、それに並ぶ、 大学等と共に志願する学生が多くとても人気が高い。志願者数は2003年から2018年にかけて22,424人から31,084人と大幅増加。そのため合格率は31%から28%と徐々に減少。2008年には過去最小の合格率を記録した。受験で考慮される。 大学進学的聖手権の合格者25から75%の成績は1340から1480点。志願者は学部4個から1個を選ぶ。米国の志願者には早期受験と通常受験の2種類がある。早期受験は2パターンあり、11月までに志願書を提出すると12月中旬に、12月までに志願書を提出すると2月中旬に合格。 不合格の結果が出る。早期受験で合格した場合、ボストンカレッジに入学する義務が発生する。通常受験の場合、12月までに志願書を提出し、4月の中旬には結果が出る。受験に必要なものは次の通り。受験書エッセイ正式な高校成績書高校教師の推薦通高校レポート及び高校の教育カウンセラーの 推薦大学進学的性試験の点数受験費、国際受験者の場合、上記のほか、英語力の十分性を示す必要がある。なお、ボストンカレッジは援助費が必要か否かは受験の時点で考慮しない数少ない私立大学の一つである。学生の評価に基づいて行われたカーネーギーコミュニケーションズの2004年の調査では、ボストンカレッジは全米17位で、 高校生の人気は8位である。2016年度フォーブスシトップコリッジスランキングでは全米22位。雑誌ビジネスウィークによる2007年の経営大学順位によればボストンカレッジのビジネススクールクッサムは14位に位置する。また、US ニュースワールドレポートの学部ランキングのよると2020年のボストンカレッジの順位は全米37位だった。 これは卒業生の寄付率や、大学基金が低く、学生への援助金が少ないため順位が落ちているという説がある。学部ランキング、US ニュース主要研究大学院、ランキング専門職大学院ビジネススクールがある。フルトンホール大学は9つの教育研究組織から構成される。看護スクールがあるキャンピオンホール学部生が一番多いのは、A、A&S で、クサム、リンチ、 ナーシングと続く。A&S は教養教育を主目的とし、自然科学、数学、社会科学などを含むスクール。クッサムはビジネススクールで、リンチは教育者志望者のスクール。ナーシングは看護師志望者のスクールで、圧倒的に女学生が多い。ウッズカレッジは夜間開校生。その他は大学院のみを有するスクールである。BC ローは、 いわゆるロースクールで放送要請を主眼とする法務博士課程、法律無経験者を対象に専門的な法学教育を行う法学修士課程有する。グラデュエイトスクールオブソーシャルワークは社会福祉事業大学院。グラデュエイトスクールオブアーツサイエンシズは名通り A&S の大学院。2008年に開校した。 スクール・オブ・シオロジー・ミニストリーは、カトリック・神学校。ボストン・カレッジへの学部志願者は、A&S、クスサム、リンチ、コーネルのいずれかのスクールから選択する。大学内の他のスクールに移るのは編入学という形になり、学位取得に要する単位が不足する、可能性も生じる。2019から20年の学費は56,780ドル。量費は量により、 9340ドルから12500ドル。台所がない量に入ると5472ドルの食堂代もかかる。その上さらに本、電車、外食、保険などの費用が重なり1年間の教育費はとても高い。70%の学生が大学から援助費をもらっている。根拠があり明確な必要性を示した合格者には大学が援助費か 借金などで学費が払えるよう計らう。つまり、学費が入学の妨げにならない制度を設けている。ただ、留学生に援助費は与えられない。セメスター制であり、最初の3年間は授業を1学期ごとに5個受ける。4年生は4個で良いため、4年間で少なくとも38個の授業を受ける。教育制は典型的なリベラルアーツの一般教育。卒業するために、 どの学部の学生も受けなければならない。必修科目はコア教科課程と呼ばれており、次の通り。上の必修科目は学生に幅広い教育経験をさせるのが目的であり、大学のイエズス会の影響の良い例。実際にコア課程15科目全部を受ける学生は少ない。例えば、すでに英語以外の言語が喋られれば、外国語の条件は免除される。同じように、 数学の義務も高校で微積分を学び熟達を示すことができれば免除。文化条件は外国の芸術の授業を取ることによって芸術条件と同時に満たすことができる。また、コア家庭をまとめて学べるプログラムもある。パースペクティブスプログラムは哲学と社会科学に加えて進学や芸術などをまとめて学ぶ。ポルスプログラムは 哲学と進学をまとめた1年間のプログラムで社会奉仕の条件も含む。ここにもイエズス会の影響が出ている。A&S 以外のスクールはさらに要件がある。例えば経営スクールは大学のコア課程の他に会計学や統計学を含むスクールのコア課程がある。教育スクールは3、4年生の時に実際に小中学校で教育する研修条件がある。 看護スクールも病院での研修条件がある。卒業するためには、コア家庭の他に、専攻が少なくとも1個必要。専攻選択は何回でも変えられるが3年目には決定しなければならない。2、見え専攻も可能だが、専攻を増やすと専攻が区科の授業しか取らないことになり、リベラルアーツの幅広い教育方針に反する。よって、学生に副専攻を取り、 他選攻を避けることを勧める教授が多い。専攻はスクール別になっているが他のスクールの授業を受けることも可能である。実際、大半の経営スクールの学生はアーツサイエンシーズで他の分野を占している。アーツサイエンシーズ専攻には専攻内で10科目必要。最近最も人気のある専攻は経済学、生物学、政治学、 コミュニケーション学、精神学の順。大学がアイルランド人の多いボストンにゆかりが深いため、特にアイルランド学で知られている。また、カトリック校である当然として、進学も強い。専攻は次の34のうちから選ぶ。専攻と学科は大体同じだが、違うところは括弧に学科。また、複数の学科にまたがる専攻もある。 大体の専攻は6授業で副専攻として得ることが可能。学科内のとなる。また、産学科またがって得る特別な副専攻もあり下の通り。最も人気のある副専攻は、医療人物学、歴史学、哲学、国際学の順。経営スクール、教育スクール応用心理、育成学専攻の場合、A&S と共同の専攻も選択する必要がある。 看護スクール一つの専攻しかない。学科の優等プログラムの参加方法は学科によって異なり、招待される、志願する、条件を満たせばよい、の三種類がある。条件は学科によって異なるが、主に次のよう、優等プログラムと優等で卒業することは違う。前者は特別なプログラムに参加して、通常とは異なる教育を受けることだが、校舎は 教育内容にかからず、卒業時点での成績順位によって決まる。順位が最高4.5%の卒業生にすんま、カムラウデイ、次の9.5%にマグナカムラウデイ、次の15%にカムラウデイが授けられる。チェスナットヒルロワーキャンパスの入り口にあるサイン。チェスナットヒルキャンパスは、コモンウェルス通りとビーコン通りに挟まれたキャンパス。大学の主キャンパスであるため、 メインキャンパスと呼ばれることもある。32ヘクタールあり、学部学生の授業は全部ここで行われる。キャンパスは3つに分けて説明されることが多い。ロアーキャンパスロアーキャンパスはもともと貯水池だったところを徐々に埋めて作られたキャンパス。ここには次のような日常、生活関係のものが多く、授業がある建物は一般的にロアーキャンパスの一部とされていない。 2001年に完成したロアーキャンパスとミドルキャンパスをつなぐ階段。大学の正門はミドルキャンパスにあるが、普通はロアーキャンパスの入り口から大学に入る。ミドルキャンパスミドルキャンパスは丘の上にあり、学生の昼の生活の中心。次のようなものがある。冬のダストボールアーツサイエンシーズ以外の学部は小さいので建物一つが与えられている。 ビジネススクールは、フルトンホール、教育学スクールは、キャンピオンホール、看護婦学部は、カッシングホールにある。ただ決して制限があるわけではなく、アーツサイエンシーズの授業もこれらの建物の中で行われる。チェスナットヒルキャンパスで一番有名なクワッドと呼ばれるところは、キャンパスの中心。ギャッソンホール、デブリンホール、ライオンズホール、 フルトンホール4個の建物に囲まれているため、4という意味のクワットと名付けられている。ギャッソンホールはボストンカレッジで一番古い建物。ダストボールと呼ばれる場所もここにある。芝生が多く、特に春にはそこで勉強したり遊ぶ人が多い。オニール図書館の前にある広場は、オニールプラザ。正門あたりはキャンパスで一番古い場所。正門から大学に入ると、目の前に、 ギャッソン、ホール、左側に、セイントメリー教会、右側に、バプスト図書館。大学が、チェスナットヒル地区に引っ越して、初期の頃は、この3個の建物が大学。ギャッソンホールの前には有名な金の和紙の彫像がある。どうであるこの彫像は日本に、ゆかりが深い。現物は日本で鋳造され、もともとは、 中日米国大使であったラーズ・アンダーソンの東京にあった大使邸に置かれていた。その後は長い間、ブルックライン氏にあったアンダーソンの自宅の日本庭を飾っていた。1954年に大学がそれを譲り受け、1957年以来、現在の場所に飾られている。ただ、東北の寒さにより、現物には、ひびが入り始めてしまったため、 現物は1993年に現物通りに複製されたもの。この彫像、実は、和紙ではないという説もある。2000年11月14日の大学新聞に載った、コロムは、彫像は、本当は、コンドルという別の鳥だと主張しているが、裏付けはない。大学は、金の和紙の彫像と呼んでいる。アッパーキャンパス右におコーネルハウスアッパーキャンパスに、あるのは、 すべて、低学年生の寮。中心におコーネルハウスという学生生活用の家があり、映画を見たり、ゲームをしたり、ピアノを弾いたりすることができる。ブライトンブライトンにある元数期協定、ボストンカレッジは2004年6月に、ボストン市のカトリック教会が持っていた17.4ヘクタールの土地を買収し、大学を3割以上拡大した。この土地が、 ブライトン市にあるためブライトンキャンパスと呼ばれている。2008年に開校した、神学校、スクールオブシオロジーミニストリーが一致している。ブライトンキャンパスに関してのこの先の使用は、下の項目、10年基本計画を参考に。ニュートン17.4ヘクタールのニュートンキャンパスは、もともと、セークレットハート大学であったが1974年に、ボストンカレッジがそれを買収。 ニュートンキャンパスにあるロースクール現在はボストンカレッジロースクールと大学1年生の寮があり夜や週末はもっぱら学部学生昼間はもっぱら大学院学生が主に使用している奇妙なキャンパスチェスナットヒルキャンパスへは 2.5km ほどの距離で大学のシャトレバスが出ているニュートンキャンパスに住む1年生は大学の中心であるチェスナットヒルまでバスで出なければ ならないというハンデを抱えているが、同キャンパスに住んでいるという共通感で結ばれると言われる。同キャンパスが一致するニュートン市は2004年、2005年と2年連続でモーガンクイット農舎の全米の安全な都市ランキングで全米ベスト1に輝いた。ほとんどの入学生はマサチューセッツ州出身ではないため寮に入る。ただ、3年間の入寮しか保証されない。 よって、1、2年生の時に寮に住み、3年生の時はブライトン市内のアパートを借りるか外国へ留学し、4年生として寮に戻るというパターンが通例。留学先は英語が通じるオーストラリアや英国が多い。日本への留学生はボストンカレッジと同様イエズス会系で姉妹校の上智大学へ行く。同じ理由で日本からの留学生は 上智大学からの学生がほとんどである。寮に3年間しか入れないのは大学全体が寮不足のため。例えば、アッパーキャンパスに住む1年生は時々2人部屋に3人で住むこともある。よって、離れたニュートンキャンパスに住むことを進んで選ぶ学生も少なくない。また、アパート生活を好んで4年目もアパート生活を選択する学生もいる。 学部学生の量不足にもかかわらず、2006年から大学院学生にブライトン市内にある限られた数のアパートが提供されることになった。学部学生の量は3種類。庭がある、モッツフツー、2から4人部屋で、トイレや風呂は1階ごとに共用。アッパーキャンパスかニュートンキャンパスにある。スイート、2から3人部屋が2から4室、合わせて4から9人が住む。 トイレと今がスイート内。ロアーキャンパスにある。アパート、二人部屋が2から3室。トイレ、今、台所、食堂が揃っている。ほとんどはビルに入っているアパート。ただ、60室ほどモッツと呼ばれる小屋みたいなアパートもある。4年生専用で小さな庭があるためとても人気。ただ、昔用不足の時臨時のために作られたもので、大学側はこれらを壊して、 ビルの寮を建てたがっている。アパートは全部ロアーキャンパスにある。別に同学年と住まなければいけないわけではないが、一年生は皆一年生と住み、寮の分配は高学年優先に行われるため、どうしても同居人は同学年になる。よって、学部学生活が必要以上に、学年で分かれてしまうという意見が多い。寮に入る学生は一人ずつに、個人の電話線。 インターネットとテレビのケーブル放送の3つが与えられる。食堂は特に他の大学の食事に比べると美味しいという評判。ほとんど大学内で料理されるがもっぱら高いことで有名。カリフォルニアロールや稲荷寿司などもある。駐車場が少ないためほとんどの学生は駐車権利を手に入れられない。例外は市内を生活をせざるを得ない。 大学院学生と看護婦学部学生、教育学部学生。オニールにあるコンピューター室学生は大体いい個人のパソコンを持っている。寮以外ならキャンパスのどこからでも無線インターネットのアクセスがあるためノートパソコンは特に魅力がある。ただ、授業にパソコンを持ち込む学部学生は少ない。入学生は個人のパソコンを購買することを勧められるが PC か Mac かには 大学側は近年はこだわらないようだ。大学の身分証明書があれば、誰でも使えるコンピューター室が、オニール図書館がある建物の中にある。PC が96台、Mac が14台、プリンターが6台、スキャナが3個などが揃っている。2006年の夏に改造された折に、コンピューターの数が大幅に減少した。学生は、個人的にパソコンを持っている、という過程が、 理由のようだが、期末試験などの時には、コンピューター室は満室になるので、個人的にパソコンを持っていてもコンピューター室を使用していた学生は多いようである。寮に入る学生一人ずつに次のものが与えられる。電話線、寮が変わっても、一年生から卒業するまで変わらない。ためとても便利。ボイスメールも与えられる。 インターネット、イーグルネットと呼ばれる大学のランネットワークには、イーサネット電線を使って簡単に接続できる。ケーブルテレビ放送、基本的なテレビ放送だけでなく、映画のチャンネルもある。アゴーラのアカウント、成績、学生情報、教授情報、授業などの検索、図書館の本の要求、大学請求書の支払い、E メールなどができるウェブサービス。 大学の身分証明書は食堂、本屋、自動販売機でデビットカードとして使える。デビットカードの金銭追加もアゴーラを通してする。ボストンカレッジとボストンをつなぐグリーンラインボストンカレッジの魅力は美しい郊外にありながらボストン市に近いこと。ボストン市内には電車かバスで行ける。注意しなければいけないのは市電と バスが0時45分までしか運営していないこと。それ以降はタクシーを拾わなければならない。マサチューセッツ湾交通局の地下鉄検視源3本がボストンカレッジ付近に来ている。どれも通称グリーンラインと呼ばれており、チェスナットヒルのロアーキャンパスまで来る B 線はボストン大学を通ってボストン市内に入る。C 線か D 線は B 線ほど大学に近くないが、 駅の付近まで大学のシャトレバスが出ている。どの線がボストン市へ出るのに最も早いかには異論がある。B 線はボストン市まで17駅。ボストン大学付近で乗客が多くなることがあり、よく止まるだけでなく停止時間が長くなることがある。また、自動車道路上を行くため交通量が多いと電車も遅くなる。反対に D 線はボストンまで5駅。 路線も道路沿いではないためスピードが出るし乗客も比較的少ない。しかし駅がボストンカレッジから歩いて少なくとも20分離れているところにあるため大学のシャトルバスに乗って駅まで行くのが通常。大学のバスがタイミングよく現れないと D 線が B 線に比べて本数が少ないこともあり大学前の B 線に乗った方が早いこともある。このことは 最近の大学新聞による実験により立証済み。市営バスで街に出ることも可能。シーが終点であるクリーブランドサークルからはバスがいろいろ出ている。特にハーバード大学や MIT で知られているケンブリッジ市に出るのはバスの方が良い。市電を使うと1時間以上かかるところを30分ほどで行ける。また、 クリーブランドサークルはボストンまで出ないで飲食や外遊びができるところ。秋のロアーキャンパス大学の1年は9月から5月までのため、秋、冬、春を経験することになる。1学期が始まる頃はまだ残暑があり、半袖半、ズボンサンダル姿でダストボールで遊んでいる学生が多い。9月の下旬から10月に入ると紅葉が始まり、秋という感じがする。 この季節に入ると上着を着ないと寒い。初雪はほぼ毎年10月の下旬。初期の頃は降っても積もらないが、11月に入ると本格的な寒さが始まり、12月の雪は積もる。ただ、ボストン地域は除雪作業に慣れているため、少々の雪が降っても休学にはならない。1月、2月が本格的な雪季節。30センチの雪はしょっちゅう降り。 夜の間に降れば朝にはだいたい除雪されている。45センチから60センチの雪が冬に1回ぐらい積もるが、ここまで降ると除雪作業も追いつかなく休学になることもある。春は3月の中旬頃から。5月の期末試験の頃には冷房がいるくらい暑くなるが、冷房があるかないかは量によって異なる。毎年、 法律大学院を除く大学院の日程は大学の日程と同じ。1学期は9月の第1火曜日から12月の中旬までの13週間分の授業。休暇は次の通り。2学期は1月の第3火曜日から5月中旬までの13週間分の授業。授業日数は2学期の方が少々少ない。休暇は次の通り。 バスケとホッケーが行われるコンティフォーラムボストン付近にある数々の大学の中でスポーツで知られているのはボストンカレッジ。主要なスポーツであるアメリカンフットボール、アイスホッケーとバスケットボールが最高レベルであるディビジョン I に所属している。そのような大学は全米でも13校しかない。この3スポーツでは毎年一定の成績を残している。特に アイスホッケーチームは2006年から2012年の7年の間5回全米決勝戦に出場し3回優勝している。またアメリカンフットボールも2007年シーズンを8連勝で始める史上初の全米2位を一時達成11勝3敗ボールゲームに8連勝全米10位という好成績を収めた。アイスホッケー以外では 全米王者になるほど強豪ではないが、スポーツ学生の卒業率は常に高水準を保っている。所属している全米大学体育協会のカンファレンスは、アイスホッケー以外はアトランティックコーストカンファレンス。2004年以前はビッグイーストカンファレンスに所属していた。チームの愛称は和紙。色は金とエビ茶色。マスコットは和紙のボールドウィーン。 フットボールに限りアトランティックコーストカンファレンスはディビジョン制を採用している。ボストンカレッジはアトランティックディビジョンに所属。シーズンカレッジフットボールのレギュラーシーズンは8月の下旬から12月の間に12試合を行われる。半数の試合がカンファレンス内の相手。カンファレンス外の対戦は成績を良くするため弱い相手と組む。 アトランティックディビジョンとコースタルディビジョンの主位チームは ACC チャンピオンシップゲームで対決し ACC のチャンピオンが決まる。チャンピオンはボールチャンピオンシップシリーズに属し権威のある5つのボールゲームのどれかに参加。カンファレンスのチャンピオン以外のチームでもレギュラーシーズンで6勝以上すると12月の中旬から1月の上旬に行われる33個のうちのボールゲームに参加する。 資格を得る。ボールゲームの参加はスポンサーから、勝利数と観客数を考慮に招待によって決まる。歴史1864年に始まり、大学の一番古いスポーツチーム。初期は同じくイエズス会のホーリークロス大学相手の試合が、北東部で最も観客を引くスポーツイベントの一つだった。1940年に11勝0敗。 学歴唯一の全米優勝を成し遂げた。2年以上負けていなかった22試合連勝中のジョージタウン大学に逆転勝ちしたのが歴史的。1980年代はフルーティー時代とも呼ばれる。ダグフルーティーは学歴で最もよく知られている選手で全国でも有名。彼一人が大学名を全米に広げたと言っても決して大げさではない。 1984年11月23日、とても高い視聴率で全米放送だった前年に全米優勝したマイアミ大学相手の試合が最も有名。マイアミ大学が試合の終わりの頃に45から41と逆転するとフルーティーが最後のパスをつなげボストンカレッジは逆転勝ち。シーズン後フルーティーは カレッジフットボール全米最優秀選手に与えられるハイズマン賞を受賞。このパス一本によって、ボストンカレッジ自体、地元大学から全国規模の大学となる。1986年以来、ホーリークロス大学相手の試合はなくなったが、現代は代わりに、これもイエズス会系列で、アメフト名門校のノートルダム大学が一番のライバル。ただ、 ボストンカレッジが6年中5年勝ったため2005年以来、ノートルダムが対戦を一時中断したが、2007年からもう3年対戦することが決まっている。2008年現在、ボストンカレッジは、ノートルダム相手に6連勝。2005年のアトランティックコーストカンファレンスへの移籍により、毎年マイアミ大学、バージニア工科大学、バージニア大学、ジョージア工科大学、 クレムゾン大学、フロリダ州立大学など南部に集中しているアメフト競合大学と対戦する。マイアミ大学とバージニア工科大学はビッグイーストカンファレンスの時代からのライバル。近年の成績をブライアン監督時代では大体いい順位がつく25位以内に入っていたが競合プログラムとは言えなかった。期待したいほどは強いが期待されるほどは強くないというところである。 中途半端な強さの証拠にポストシーズンであるボールゲームには12年連続参加2000年から2009年に負けるまで8連勝していたが全て20ボールゲームはっきり言ってどうでも良いボールゲームにしか招待されないのはいまいちの成績だけでなくボールゲームを観戦しに足を運ばないファンのせいもある2006年のシーズン終了直後10年間式を 取っていたオブライアン監督がアトランティックコーストカンファレンス内のライバルであるノースカロライナ州立大学の監督に就任。次期監督に選ばれたのは NFL グリーンウェイパッカーズのジェフ・ジャガジンズキー攻撃コーチ。90年代の後半にボストンカレッジの攻撃コーチも務めた。2007から8年のシーズンは1940年ぶりに11勝し、一時は 初の全米2位の順位を得た上、クォーターバックのマットライアンが、ハイズマン賞候補の名に上がった。アトランティックコーストカンファレンス優勝戦では、バージニア高科大学敗れたが、ボールゲームでは、ミシガン州立大学を破り、ボールゲーム8連勝を果たした。2009年は、前年のマットライアンの卒業で苦闘が予測されたが、レギュラーシーズンを4連勝、通算9勝で終え2年、 連続アトランティックコーストカンファレンス優勝戦に出場。しかし、優勝戦で前年同様バージニア工科大学に敗北後、26年ぶりにボールゲーム出場のバンダービルト大学に54年ぶりの勝利を許すなど、ポストシーズンは芳しくなかった。たった2年後、ジャガジンズキー監督が体育局長の警告にも、 かかわらずニューヨークジェッツの空いている監督ポストの面接を受けたという理由で解任。2年連続カンファレンス決勝戦へ出場し、20勝という好成績を収めた監督を首にするという大騒動の早期処理を望んだ。体育局長は公認に12年間ボストンカレッジのコーチングスタッフの一員だったフランクスパジアに守備コーチを指名。 監督に忠誠感を求めたという意味では予想通りの任命であったが成績は低迷し2012年に2勝10敗という史上最悪の成績を残した後解任。後任のスティービア・ダジオ監督はポストシーズンに参加できるようになるまでチームを回復させたが勝率50%でカンファレンス内の成績は芳しくなかったため2019年に解任。 後任に、ジェフ・ハットリー・オハイオ大学の守備コーチが指名。未だ全米トップのプログラムと競えない理由として、次が挙げられる。米国南部に多い優秀な選手は、東北のボストンを嫌う。アトランティック・コースト・コーストカンファレンスへの移籍によりこれは変わりつつあるかと思われたが、未だその傾向は見られない。学問レベルが、比較的高く、優秀な選手が避けるか入学できない。 その代わりアメフト選手の卒業率が全米で、毎年上位なのは大学の誇り。懲戒処分が優秀選手といえども厳しい。スタジアム試合は4万人以上が収容できるアラムナイスタジアムで行われる。試合日は大勢の観客が大学に来るため、前日の夜からキャンパスは全面駐車禁止。大学付近も駐車禁止や一方通行になり、大変混雑する。 最近は男子と女子のチーム両方ともいまいち2005年にアトランティックコーストカンファレンスへ移籍したことで相手は競合ノースカロライナ州立大学デューク大学マイケル・ジョーダンのノースカロライナ大学など数々のプロ選手が通ったバスケットボール名門校ゾロイであるシーズンバスケットボールの試合が行われるシルビオ・コンティ・フォーラムレギュラーシーズンは11月の 中旬から3月の上旬。35試合ほどするが、大半がカンファレンス内の対決。カンファレンス外の相手は全勝できるように弱い、チームとしかしない。ポストシーズンは2種類。まず、レギュラーシーズンが終わり次第、プレーオフ制のカンファレンス大会が行われる。この大会を優勝すれば、十5チームが参加する n c a バスケットボールトーナメントの出場が、 保証される。優勝しなかった場合でも成績に基づいて招待される場合がある。この全米大会は3月に行われ、3月の狂乱と呼ばれる全米が熱狂するイベント。また、この大会に招待されなくても、ネットという二流大会もある。男子チームのイーザオ女子チームのイーサオアリーナ試合は7000人、入るシルビオコンティフォーラムで行われる。アイスホッケーは、 アトランティックコーストカンファレンスにはないスポーツなので、男女チームとも、ホッケーイースト協会に所属。男子チームは1984年に E キャック、ホッケーカンファレンスから移籍した。長年のライバルは、ボストン大学。男子のチームは、全米選手権優勝5回、フローズン4進出を歴代最多の25回、成し遂げた名門チーム。近年は、毎年多監督式の下で、 全米優勝候補。2006年、2007年と2年連続決勝戦、敗北後、2008年に悲願の再優勝を達成し、2010年と2012年に再度優勝。女子のチームは2002年にディビジョン I レベルになったばかりで歴史が浅いが、最近は好調。シーズンレギュラーシーズンは、10月の中旬から3月上旬に40試合ほど行われる。 ポストシーズンはバスケットボールと同様に2種類。まず、レギュラーシーズンが終わり次第、プレーオフ制のカンファレンス大会が行われる。この大会を優勝すれば、16チームが参加する全米選手権の出場が保証される。優勝しなかった場合でも成績に基づいて招待される場合がある。また、レギュラーシーズン中にビーンポットという、男子は1952年以来、 女子は1979年以来、ボストン付近にある大学4校が集まって行われる大会がある。プレーオフ制で、ボストン中が注目するイベント。男子チームのイーサオカンファレンス情報は、ホッケーイーストへの移籍以降。女子チームのイーサオスタジアム試合は、バスケットボール同様、7000人が収容できるシルビオコンティフォーラムで行われる。ボストンカレッジでは、サッカーは、 マイナースポーツである。シーズンレギュラーシーズンは8月の下旬から12月の間に20試合弱行われる。ポストシーズンは2種類。まず、レギュラーシーズンが終わり次第、プレーオフ制のカンファレンス大会が行われる。この大会を優勝すれば、48チームが参加する NCWA サッカートーナメントの出場が保証される。優勝しなかった場合でも成績に基づいて、 招待される場合がある。男子チームのイーサオ女子チームのイーサオスタジアム、アラムナイスタジアムではなく、ニュートンキャンパスにあるサッカーフィールドで行われる。ボストンカレッジは数個の問題を抱えている。ほとんどは最近発表された大学10年基本計画によって解決される。ロアーキャンパスの入り口に建てられた最新の療養不足は深刻。 一年生の半分が二人部屋に三人に入れられたり、三年生には量が与えられなかったり。この問題は学生にとって不便だが、大学周辺の住民にとってはもっと困ること。学生が週末や夜にうるさいのも問題だが、学生がアパートに住むことにより、アパート不足になり、家賃が上がることがもっと大きな問題。ボストンカレッジは長い間、 周辺に寮を増やすことを約束しており、実際2005年に新しいものが一等完成した。その他、事務様の建物を建てることで、それまで、寮の地下にあった事務室を動かしたり、寮自体を改造したりして寮部屋を増やしている。ただ、1000人以上が寮を与えられていない中、夜景市に水に見える。ブライトンキャンパスに寮を建てることもあり得る。ただ、ブライトンキャンパスから、 チェスナットヒルキャンパスに行くのには、コモンウェルスという大通りを渡る必要があるので危険、という声が多い。となると、人気があるが、小さいため能率が悪いモッツを壊して、大きな量のビルを建てるしかない。学生が猛反対するため、大学側は少しずつ壊していく方針に出たようである。最近できた量を建てる折に、モッツを2、3個壊したそうだ。ボストンカレッジには、 学生が集まって会話をしたりゲームをしたりする、いわゆる学生会館と呼ばれるところがない。代わりに数々の食堂がその役割を果たしている。学生が年々一番要求しているのが学生会館で、もう何年も前から大学側が建設することを約束している。実際、10年ほど前にミドルキャンパスにある古い建物を取り壊し、 学生会館を含む建物を作る計画があった。しかし、建物が位置されるニュートン市が交通が増えるという理由で建設許可証を拒否。大学は死を訴え、最終条告に勝利したのがつい最近。しかし、ブライトンキャンパスの買収が状況を変化したこともあり、計画を白紙にした。最も新しい計画は、下の大学10年基本計画を参考。 クリン運動場というプールや運動機械が揃っている屋内運動場が一応あるがお粗末なことで有名。最近改造されたが建て替える予定は今のところない。ブライトンキャンパスに新しく作っても良いが主なキャンパスから少し離れることがマイナス。問題は主に2個。まず、ボストンカレッジの規模の大学にしては小さすぎる。よって、 重量上げ用の機械などは数が少ない。また、運動場なのに冷房がないというのも異常。ただテニスコートは余るほどある。大して大きくない建物の中にコ個コートを入れた上に、外野コートがもう6個。テニスをする人にとってはいつでもできるような環境でありがたいが、他の人には不便。ミドルキャンパスにある教室が入っている。 建物のうち数個は1970年代にできたもので明らかに建て替えが必要。ただ古いだけでなくゴシック式のキャンパスに合わない作りであるのが問題。この数年間で数個が改造され他も同じく改造される可能性が高い。改造の仕方が面白くゴシック式な外装にするため建物の周りに新しく壁を作ったボストンカレッジの学費は ハーバード大学やプリンストン大学などの IB ーリーグより高い。援助費は全て必要に応じて出るため、高校や大学の成績が良くても関係ない。例外は限られた優等生賞のみ。ただ、スポーツ推薦で入った人は学費と生活費が出る。全員に十分な援助費が出ないのは卒業生の寄付が少ないため、これは大学の順位にも響いていると言われている。 2009年6月、ボストン市は大学の10本基本計画を承諾した。これは新しく購入されたブライトンキャンパスを活用し、大学を面積だけでなく施設の面からも大幅に拡大する16億ドルの再開発計画である。計画の目玉はベッド数を1280増やすことによって全学生の量の需要に完全に応えられる。 初のボストン付近の大学になること。ロアーキャンパスに220個とブライトキャンパスに560個足し、残りは最近購入したコモンウェルス通りにあるアパートを寮に変えることによって補う。計画通り建設が終了すれば、8600人の学部学生のために8610個のベッドが利用できるようになる。寮の建設に伴い、ブライトン、ニュートン、 オールストン付近での学部学生のアパートの賃貸は大きく制限される。興味深いことに、モッツーは少なくながら残される。さらにロアーキャンパスに1.85ヘクタールの運動場が建てられる。現在建っている不倫運動場は壊され、代わりに230以上ある学生団体のオフィスを収容する2六5ヘクタールの大学センターが建つ。大学センターは、 学生と教授用の食堂や会議室も提供する。ミドルキャンパスには4種類の学術施設が建設される。そのうち1.16ヘクタールのストークスカモンズは現在建っている食堂を破壊するため臨時的に学生会館と食堂として使われる。その他は1.16ヘクタールの人文学科用の施設0.65ヘクタールの社会福祉大学院と 看護婦学部が共用する施設、そして建て替えられる理系学科向けの施設。現在大学関係の施設はほとんど存在しない。ブライトンキャンパスは大幅に開発される。まず、2006年にボストンカレッジと再合併したエストンイエズス海進学大学に属する教員と大学院学生の寮を建設。また、現在建っている建物を進学大学の教室とオフィスへ改造。 新たに、ブライトンキャンパスに設けられるのが、芸術地区。5ヘクタールの芸術センターと2.7ヘクタールの劇場が建設される。ここは、毎年5月にある催し、芸術祭りの時に賑やかになりそうである。さらにスポーツ関係の施設も、ブライトンキャンパスに作られる。1500人収容できる野球場、500人収容できるソフトボール球場。 運動競技大会向けの汎用のフィールド、運動場など。ボストン市はカトリックシントであるアイルランド人が多く、卒業生にはアイルランド人、特にボストン市やマサチューセッツ州の政治家に多い。ボストンカレッジファクツ、ハットファクトブック、ハットファクツフィギュアス、2010から2011、セレクティングザクラス、ツイッチオンフェス。 ハットカーネギー・コミュニケーションズプロジェクト・コネクト・ビスネス・ウィークアンダー・グラッド・ランキングス2007 US ニュース・アンド・ワールド・レポートアメリカズ・ベスト・コリッチス2009ザ・ハイズ BC インド・ウォーメント・クサミンドインサイド・ハイヤ・ーエドザ・リッチ・ゲット・リッチャーボストン・カレッジインロール・モント・スタティスティックス・ザ・ボストン・カレッジクロニクルサイエンシズ・コンティニュー・サージザ・ハイズエブリバディーズ・コラム モーガン・クイートのプレス、アメリカズ・セイフィスト・シティーズ、ザ・ハイツ・オン・ザ・ファースト・トラック・イン・ボストン2007カレッジ、フットボール・ランキングス、ハット・ボストン・カレッジ、S ・インスティチューショナル・マスター・プラン。ありがとうございます。